ございます。今日も頑張って走っていきたいと思います。もうかれこれ10月なんで4ヶ月ぐらいですかね、続いてると思います。6月ぐらいから始めたと思うんですけどね、これからも頑張って走っていきたいなと思います。現在木曜日、8時45分ですかね。今日は朝のランニングです。で、朝一のレッスンがないので2本目のレッスンの時間に合わせてこれから走っていきたいと思います。あれやな、日焼け止め塗るの忘れました。日焼けしやすいんですぐね顔が赤くなってしまうんですけども、まあいいか、今日は1日ぐらいで。今キリさんがまた朝7時ぐらいに来てドタバタやってます。7時に来てでマシン練習ですね、今またやってるんですけども、なんかボール打っては部屋に入ってきてスタッフルームに入ってきてドタバタして、でまたヒッティング、マシンしては行ったり来たりして、もうドタバタうるさいんですよね。で、まあ、忙しくそういうなんかブログとか資料をちょっと確認してたらもう話しかけてくるんでまあまあでも一応頑張ってるんでね、まあ今の時期だけやと思ってまあ温かい気持ちで見守っているような感じなんですけども、まあさすがにね、金曜日は午後はちょっとね何もない日なんで今のところ、また来年度になってきたら、もしくは新しいねゲストが来てくれたら金曜日の午後もレッスンを開講していかないといけないなと思うんですけども、まあそれまでは今のところ空いてるんで、もうさっさと帰ってもらってちょっと集中していろんなことね取り組みたいと思いますんでということです。なんかまた忙しいこと言ってるんですよ。なんか11月の6日ダブルス午前中試合本戦、ダブルスの堺市オープンね本戦がある、でその試合終わったらなんか香川まで3時間かけて2時間練習して、でまた3時間かけて帰ってくるというね、なんかさすがにそれやって意味あんのみたいな、もっと違う練習方法ないんかみたいなちょっと話をさっきしてました。でもまあまあやりたいようにやれということで結果的には終わったんですけども、やっぱこう上手い人と強い人と練習しないと試合に勝てないみたいな考えが、まあキリさんもそうですけど今の選手に多いんじゃないかなと思うんですよね。そんなこと全然ないんですけども、まあそれはもう実際に証明してきましたんで間違いないと思うんですけども、なんかそういった考え方がまだまだ根付いてるなと思うんですよね。で、昨日もまあ教え子卒業した、今はもう大学生になった教え子に話をしたんですけども、まあラケットやシューズやそういうテクノロジー、テニスにスポーツにまつわるテクノロジーは進化してるけども、やっぱこうまあジュニアの育成とか選手の考え方なんかは全く20年30年変わってないなと思うんですよね。ただその変わった方向、変わった部分もあるんですけども、その変わった部分っていうのが自分にとって都合のいい変化なんですよね。だからあんまりこう
泥臭さとか根性論みたいな、そういう本来のハードワークな練習には目を向けないで、自分にとって楽な方な、まあ強化スタイルを選んでることが変化になっちゃってるんで、まあ、それがなんかもったいないなと思うんですよね。まあしんどい練習をすれば上手くなったり強くなるかって、まあそんなことだけではないんですけども、でもやっぱりみんなそうやって強くなっていってるんで、世界の選手はね。だからうまさだけでジュニア時代は勝てたりするんで、現に日本人のジュニアは、まあそういう世界の、例えば US オープンジュニアでも活躍できますし、今回のウツボでやっていたスーパージュニアもある程度戦績残すことはできるんですよ。ただこっから先3年から4年で一気に差をつけられたり変わったりしますんで、その期間にそういう、惜しみない努力ね、寝る間を惜しむとか人の1倍2倍やるとか、そういう泥臭い、まあ、日々の生活を送っていかないと一気に差が開いていると。ただ世界の選手たちはですね、それをやってるんですよね、ちゃんと。だからああいうトレーニング動画も時折出てるんですよね、アルカロスとかジョコビッチとか。それはもうたった8分とかそれぐらいしか出てないんですけども、その8分のその内容でこんな感じなんやと思ってしまってるのと同じような感じなんですよね。いやいや、もっとハードやから、ハードなことやってるから。だからオフシーズンにちょっと体動かそうかみたいな感じの、トレーニングが頭にこう刷り込まれてしまってるんですよね。だからそれがやっぱりこう間違ってるなと思うんですよね。まあ日本人の選手でも名前は言いませんけども、すごい選手、センスのある、まあ女子のプロの選手とか男子のプロの選手いるんですよ。でも結局世界行ったら勝てないんですよね。それがなんでかっていうことをやっぱり考えていかないといけないと思うんですよね。うまさだけではそんな勝てるような甘い世界じゃないので、ちょっと頭でっかちになった、まあサラリーマンみたいな感じなんですよね。下積みがない、まあ例えばそういう芸人とか、一発屋みたいな感じでは生き残れないという感じですよね。ですから、まあ、自分の言ってることが正しいとは思わないんですけども、実際に、証明してるんで、いろんな考えを、まあそれは好かれてるか好かれてないか別として、実際にやってきてるんで、それは今でも20年30年変わってないと思うんですよね。まあそんなことをちょっとこう昨日の大学生の話とか、それから今日のキリさんの話とかね、ちょっとこう振り返ってみて、まあ感じたことですね。最近サーキットトレーニングかな、ちょっとそれが影響してるのかはわからないんですけども、左足の膝裏と、まあ、一昨日から新たに膝の前の右下部分が左のちょっとね痛みがあるんですよね。なんでかな、
った。まあこれから、まあ、できるだけ早い時期にやっぱこう生活習慣ね、とかその中の食事なんかはすごい気をつけていかないといけないなというふうに思うんですよね。だから腸活が一番いいなと思います。腸にいいもんをどんどん食べていくと、まあ、そうすることで、まあ、肌とか、まあ、そういうね美への、追求みたいな感じにもなりますし、体調が良い、いいということは、まあ、体がうまく動くということになりますので、とにかく腸活をどん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 進めていった方がいいと思うんですよね。なんかそんな話を、今日の朝の動画でやってました。アップデートという、どこやったかな、どっかの配信でやってたんですけども、腸活について話してました。で、ただ単にヨーグルトを食べればとか、ビフズスキンを食べればみたいなことを言ってる人が多いと思うっていう、その中で体に合う菌が合わない菌があるということが分かっているらしいですね。ですからいろんな、いわゆる食物繊維の、まあ、私の場合は水溶性の食物繊維をきっちり取ることで、まあ、体のコントロールをしてるんですけども、まあ、結果的に腸活することは、まあ、感情にも、依存するという感じになってるらしいんで、まあ、でも脳と腸はつながってるという話も結構ありますよね。ですから腸を健康に保つということは脳にもいいと、で脳が良くなるということは体全体にもいい影響を与えるはずなんで、これからは腸活をさらにね、一時腸内フラワーとかなんかいろいろ流行りましたよね。でも新たにまた腸活の話題がどんどん出てきてるんで、ちょっと腸活に気持ちをですねフォーカスしてみて取り組んでみたらいいのかなというふうに改めて今日の動画で思いました。なんか腸を企業に例えて話してる面白い人がいましたね。で、腸はだいたい善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割という配分であるみたいです。で、企業も、まあ、少数の精鋭2割で、ちょっと不具合というかアンチ的な人が1割、そしてまあ、どっちにでも動けるような人が7割で、少数性の方に、まあ、日和見菌が流れていくと、まあ、いい企業になっていくと。ただアンチ的な存在もいないとちょっと宗教的な組織になってしまうんで、こうダメ出ししてくれるような人が必要だなという、なんかそんな話をしてました、うん。まあ、確かにアンチの声は聞きたくないんですけども、まあ、いろんな YouTuber もアンチコメントは、まあ、しっかり見てると。でそれによって、まあ、意見を、受け止めて反映することで良くなってる場合もあるんで、ただそのアンチの内容もね賛否また両論あるんで、まあ、どれを選んでいくかっていうのも、まあ、その人の選択のレベルが問われるということになります。ということで今日もパワースポット素晴らしい、環境になってます。今日もめちゃくちゃ天気いいですね。一番朝夕は本当寒くなってるんですけども、
とにかく昼間はもう最高の状態ですよね、これ。じゃあこれからまた戻ってサーキットトレーニングやるんですけども、まあ肩と左足がちょっと痛いので、と言ってもやることはやるんですけども、最近はバンテリンを買ったんで、まあトレーニングはそれをしっかり塗ってね、ケアしていきたいと思います。でさっきですね、動画をちょっと上げたんですけども、昨日はすごいいい光景でしたね。レッスン後、ハードワーカーは体幹トレーニング、その横でキリさんがマシンの自主練、ね、でスタッフもそれぞれね高みを目指して頑張ってると。でそして夜になったらジュニアたちが大学生と高校生と社会人が一緒になって練習すると。でその中に小学生混ざってまた練習入っていくと、まあ、そういうね、光景がすごいいいなと思ったんで、ちょっと動画を上げておきました。だからちょっとずつね、高校生もまた一人二人入ってきてるんで、まあ、この流れでね、ぜひ学年問わず募集していますんで、すごい練習できるんで来てもらえたらいいなと思います。で高校生も次の大学進学にあたってレベルを上げたいということもありましたので、もともといた子なんですけどもカムバックということで、来週から練習参加するみたいです。まあそうやってね、なんとかこう自分をレベルを上げるために練習するということは非常に大事なんで、まあ、どんどん来てくれたらいいのかなというふうに思っています。で水曜日は特に大学生と、まあ、キーさんもいるんでめっちゃ練習になると思います。だからチャンスですよね、今が。よし、今日は木曜日で明日は金曜日ですから5キロランね、するんですけども、明日もこういう感じのいい天気であればいいですね。走っててやっぱ気持ちいいし、これが、まあ、ストレスへのちょっとした解消、あんまりストレス感じることはないんですけども、やっぱりリフレッシュね大事だと思うんで、気持ちよく走りたいなと思います。よし、はあ、今日も無事に気持ちよく走ることができました。やっぱ気になるのはこの肩の痛みですね。これもずっと言ってるんですけど、ガンガンスピード出してくるな、人がいるのに。もうあんま関係ないっすよね。よしゃ、さあこれ上がったらまたキリさんが多分スタッフルーム行ったり来たりしながら練習してて、集中してお前一発で終わらせると思うんですけど、長い時間やることになんかこう自信を蓄積してるんで、まあ長い時間内容の濃い練習できたらいいんですけど、なかなかそれもね一人だと難しいんで、気分転換なのか、時間稼ぎなのか、まあ、もっとこういう練習したらいいのになっていうのはあるんですけど、
まあもう自分で考えてね、社会資本頑張ってもらえたらいいと思うんで、まあ環境だけは、提供しようかなと思っています。3階です。しゃ、どうでしょうか、うろちょろしてんのか。ボールが入ってんねんて、あれ。ボールは入ってます。取れよ。取れへんからピーピーってなってんねん、これ。あ、そうなんです。ほら、なんで取らへんの、中の。なんでほんで入るん、ここに。え、下手やからじゃん。そうですね。だってここに入るってこと、ここにボール打ってるってことやろ。はい。下手やん。下手になってしまう。だからちょっと取れてる中のボールを。はい、取れた。なんで取らんかな。取れて、はい、さっき取れて、それ中、はい、じゃあ中って、その中やて。あ、中ですか。うん、その中にボールが入るから、はい、ピー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 鳴ってんねん、それ。前から。前から。ということで、これからトレーニングしたいと思います。